よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。お願いします。浅田さん、今回メニュー決めないで来てくださいってお願いしてたと思うんですけど、はい、そうです。今日何やるのか何も聞いてないですけど、はい、今日は山梨県、はい、ここ山梨県で、はいはい、山梨 のご当地食材で2品目お願いしたいと思ってます、うん、あ、はい、え、急に急に食材をこちらで用意してるんで、あで一つが、はい、ほうとうです。あ、ほうとう、はい、ほうとう。ちょっとまあ短い時間で大変ですけど考えていただいて。ほうとうって味噌ですよね、普通ね。まあ普通はそうですね普通じゃダメだぞみたいな、すいません、今圧を感じた。オリジナルのメニューをお願いしたい。なるほど。もう一つ、はい、鶏もつでお願いしたい。あ、鶏もつか。金柑もある鶏もつです。あれも甘辛く煮たやつですよね。通常は醤油ベースですよね、甘辛い。そうですね、タレというか、ここはもう通常じゃない方がいいって感じですよね楽しみにしてますね。いやー、はい、急だな。じゃあまずは設営だ。ほうとう、ほうとうか。何作ろう。今回はほうとうで何を。ペペロンチーノほうとう鍋。まあ、ほうとうはね、まあ、和の味付けだと思うので、お鍋がいいだろうな、温まるし。で、味付けひねってニンニク入れて、ペペロンチーノの風味のお塩の味のほうとう、はい、でも僕作ったことないですからね、さっき聞いたんで。ほうとうって多分美味しいと思うんだよな。でペペロンチーノって本来は唐辛子って意味なんですよね。略してペペロンチーノなんですよ。正しくはアーリオオーリオペペロンシーノっていう、ニンニクとオリーブオイルと唐辛子。ニンニクをみじん切り、チューブのニンニクでも美味しいですけど、やっぱ生には勝てないですね。であんまりほうとうってやったことないんですよ。ほうとうで料理って、今夜はほうとうよってね、なかなか言わないですよね。じゃあお鍋にニンニク2かけ、結構な量。オリーブオイル、鷹の爪1本は多いかな、2分の1本ぐらい。超弱火でじっくりやります。超弱火なんですね。そうですね、ニンニクはゆっくり火を入れた方が香りが立つんですよ。火をかける前からもうお鍋に入れちゃって、この間に鶏肉を、こんな入るかな、4つ。いい感じに香りが立ってきたので、鶏肉を皮面から入れて香ばしくさせる。カリッとさせると鶏の油、チー油がオリーブオイルと混ざって旨味になるので、あー、いい匂い。ペペロンチーノポイントはどう。ペペロンチーノをスープにするっていう、普段だったらこのペペロンチーノはオリーブオイルに食材とかニンニクとかの旨味をこう溶け出させるんですけど、それをスープ全体に溶け出させたいんで、普段よりもこうじっくりゆっくりやるとすげえコクのあるスープ、塩のスープになるんじゃないかなと思って。でも失敗しても文句言わないでくださいよ、急なんだから。 OK。 そしたら一旦鶏肉を出して、ここにお水、ほらもう黄色いチー油が浮いてます。ここにコンソメを小さじ1ぐらい。かぼちゃこんないらないんだよな正直。
人参、キャンプなんで皮付きのままいきます。白菜、これ絶対多いな。もうあとこれに鶏肉もしめじも入るし、しめじ、そして油揚げ、これでほうとうが入るんでしょう。ちょっと干し揚げもね、イタリアンっぽく、パセリ、多分ほうとうとパセリは出会ったことないと思うんだよな、初めましてだと思うんですよね。じゃあ多分沸いたと思いますんで、ドーン、あ、もうちょいかな、まあ OK な、めっちゃ美味しそうな色。じゃあここに、まあまずはほうとうですよね。こんな太かったっけ、ほうとうって。さあそして入るか、入るか、ちょっとね、火が入りにくい野菜から、人参とかね、あ、もう全然入んねえな。かぼちゃ、揚げ、しめじ、めちゃくちゃいい匂いするよ、めちゃくちゃいい匂い。鶏肉、最終味付けしますけど、お塩でざっと味付けと、ブラックペッパーもなかなかほうとうには入れないだろうな。めちゃくちゃうまそうっすね。パセリを散らして、無茶ぶりされましたペペロンチーノほうとう鍋、完成です。どうかな、なかなかないですよ、自分でも食ったことないもの作るって。めちゃくちゃいい匂いしてますけど、スープからじゃあ、うまい、あーよかった、うまい、鶏のコクがすごい、ほうとう、多分ですね、山梨県の方はほうとう食べ慣れてると思いますけど、ペペロンスープで食べたことないと思うんで、ぜひまた違ったほうとうの美味しさが知れると思いますんで、試してください。キャンプ始めた頃車持ってなかったんですよ。なので電車でキャンプに行ってたんで、でも行ける場所が限られてたから、車持ってからもなんかどこにでも行ける感覚というか、そういうの無敵だっていう感じでしたね。無理やり、お金ない芸人の時に無理やり買ったんですけど、最初買った時は嬉しくて、あのベタに車の中で寝ましたよ。さあさん、じゃあ2品目目、はい、鶏もつでお願いしておりますが、はい、何を作っていただけるんでしょうか。鶏もつのトマトアヒージョ。綺麗。まあ真似する場合はね、もう煮込んであるやつでいいんですけど、初開いて沸騰したお湯にドーン、もつを取り出して、そしたらまた新鮮なお水に入れて、お醤油、お酒、みりん、金柑、ちょっと煮詰めます。この間に野菜を切っておこう。パプリカ、トマト、トマトはこのままでいいかな。ブロッコリーを、OK、仕上げの鷹の爪を、種だけ抜いて、準備完了。アヒージョなのでオリーブオイル、後でめっちゃ入れますけど、とりあえずこれぐらい、
アヒージョといえばニンニク潰します。じゃん。あ、音しょうがない。あ、やばい、冷えてきましたね。で、オイル煮なので、あの揚げちゃいけないんで、ふつふつふつっていうぐらいをキープしないといけないっていうのが難しいんですよね。で、ここにトマトピューレ。多分トマトのアヒージョを作られてる方は多いと思うんですけど、オイルとトマトを買って混ぜちゃうのはないと思うんですよね。ここに持つ。すごい色合いが綺麗だ。鶏もつもね、やっぱり和風の味付けが基本だと思うので、なかなかアヒージョにはなんないと。美しいっすね、見た目が。これでじっくり、まあ5分ぐらいしたら、このオイルに旨味がクッとこう出ると思いますんで、さあ5分ほど経ちまして、食材の旨味がオイルにじんわり出たと思いますので、こちらで、鶏もつのトマトアヒージョ完成です。では、まあ、まずもつですよ。なんたって絶対熱いんだよなこれ。いただきます。ほらうまいじゃん。ほらうまい。いや、そもそもこうトマトアヒージョっていうのも初めて作ったんですけど、全然ありですね。あ、これうまい。他のでもやろう。アヒージョってそもそもオリーブオイルに塩で味をつけるんですけど、それだけだと面白くないので、いろいろ他にやるんですよ。ミルクアヒージョとか豆乳入れてみたりとかで、今回トマトでやってみようかなと思って、トマトピューレを入れて、より油にこう風味がついてコクが出るので、ちょっとこう赤い感じのアヒージョになったんですけど、バッチリ合います。トマトが偉大だな。いや、この山梨の B 級グルメと言われている鶏もつ煮なんですけど、もう僕の手にかかれば A 級グルメだと思います。これはぜひ真似してください。これまた作ろう。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。また見てね。